こんにちは、F スタの丸山です。今回F スタの人じゃないゲストでハーフマストの石井くんが、来てくれたというか、お邪魔してるというか、そういう感じなんですけど、今日何やるかっていうと、ポストロックあるじゃないですか。ありますね、はい、好きですよね、ポストロックね。好きですね、はい、ポストロックかっこいいなと思うんですけど、マスロックっていうのもあるじゃないですか。あ、ありますね。ポストロックの中のジャンルなのかな。サブジャンルみたいなでいいのかな、はい、ね、うん、その境目よくわかんねえなと思って。あ、そういえばなあなあのまま生きてきたなと思って。確かに。なんでそこのラインってどこなのっていう話をしたいなと思って。なるほど。ポストロックとマスロックの境目を探そうという動画になります。なるほど、はい、神奈川県と東京都の境目を探そう。そうです。そう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 、町田はどっちかないポストロックとはっていうところ、はい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 、ポストロックの定義をまずちゃんと改めておさらいしたいなと、はい、あとこれ今から話していく話、もう全部個人的な意見です。いや、ちげえだろって思うことがあったらコメント欄にね書いてもらえるとありがたいなと思ってます。まあ、ポストロックとはっていうのね、ウィキペディアで見てみると、はい、ロックの一種であると、はあ、リズム、和音、音色、コード進行などの点において、従来のロックには見られない特徴があるというめちゃくちゃざっくりとしたことが書かれていると。王道のポストロックっていうとアルペジオがあって、ちょっとテクニカルで、で割かしインストの割合も高いみたいな。インスト曲が多いってのは一つ特徴かもしれない、ね。そうだよね。従来のロックミュージックのフォーマットにこうボーカルっていう大事な要素があったと思うんだけど、うん、それをこう廃してみてというか、なくしてみて曲としてこうパッケージするっていう、うん、そういう試みがあるのはポストロックならではかもしれない。そうだよね。ロックの原型を逆と思ってみると、うん、8ビートとか、はい、3コード進行とか、うん、音色の部分じゃないですかね。こうドラムス、ベース、うん、ギター、そういうやつになってくると思うんですけど、こう従来では取り入れられることのなかった楽器、うん、まあ、例えばロッケンとか、まあ、エレクトリカルなサンプラー、うん、まあ、打ち込み含め、そういう部分に、うん、そのポスト味があるんじゃないですか、ね、ポスト味が。じゃあまずはポストロックの代表的なバンド、これはポストロックでしょみたいなバンドをちょっと上げていきたいなと思って、はい、むずいなでもゴス&ウォッカはポストロックでいいよね。これはポストロックですねまさにだよね。これはポストロックだと思います。インストでちょっとテクニカルな感じと変態的なアルペジオとかギターがそんな感じだし、シカゴ系というかキンセラでもマスなのポストなのみたいなのはあると思うけど、でもゴースト&ウォッカーは僕はポストロックだった。やっぱそうか、うん、やっぱそうだよね。ちょっととっつけやすいもんな、うん、アメリカフトボールは、うん、アメフトもこれはポストロックです。これはそうだよね、認識的にはね。リズムパターンっていうか、そのふわり的な、ふわりっていうか変拍子というか、うん、実は変拍子だったりするところは結構ポストロックっぽい。そうだね、感じはあるよね。エモの発露としての形がこう結果としてアルペジオであり、はいはい、変拍子でありっていうところだと思うんですよね、うんうん、例えばサマーエンドの、はいはいはい、イントロを聞いて、うん、あ、これはこう切ない夏の終わりやみたいな、うん、でそれをこう表現するためにこうあの楽器のチョイスが必要だったりとか、うん、あの表紙にこう結果的にあの雰囲気を出そうと思ったらなったみたいな。てかもう一個言うと、エモっていうところも、エモっていうジャンルもちょっと厄介な気がしてるけど俺は大好きだからそこ突っ込むとね、うん、沼よあと日本だと塔か、うん、これは完全にポストロックと言っていい。そうだね。というかゴースト&ウォッカーを聞いて始めたんだっけ、うん、山崎さん。そうだね。トーとかまさにポストロックだもんな。とはいえ歌う曲もあったり、新譜も楽しみだし。そうだね、新譜、ね、めちゃくちゃ楽しみだね。トーはめちゃくちゃ好きじゃん、石井。そうだね、何回も見てる。
原点の一つですね、間違いなく当の最大の魅力みたいなところ。ライブとかも素晴らしいっていうのはあるけれども、それぞれがそれぞれのこう、まあ音楽関係なくなっちゃうけど、うん、こう仕事とかこう、ああの自分の生活をこうきちんと営んだ上で自分たちの楽しいことをやるというか、素晴らしいものを作るっていうところでやってる、その活動方針っていうんですかね、姿みたいなところ、高校生の時とかそれこそ大学生の時に刺さったし、まあそれこそ今の自分のこう生き方みたいなところの指針の一つにはなってるから、間違いなくなってるから、そこが一番の魅力だと思いますね。そうだよね、やっぱあのスタイル憧れちゃうよね、うん、仕事しながらバンドやってフジロックも出て、ツアー海外も日本もやるみたいな、ね、かっこよすぎる。間違いなくそういう意味ではこう音楽性以上にこう日本の音楽シーンにもたらした影響は計り知れないと思う。そうだね、確かに当以前ってそんなに、まあ、仕事してる人もいたんだろうけど、なんか結構あんなに大っぴらにしてるのはなかった気がする、うん、そのスタイルもなんかぽいよね、ぽいというか、そうだね、ストローク的っていうのか、それこそあれじゃないですか、ポストなんじゃないですか。ああ、そういうことね、従来のスタイルじゃないと、ミュージシャンのね、こうあの酒ドラッグロックロールじゃなくてそれこそストレートエッジに近い部分かもしれないですけど、めちゃめちゃざっくりですけど、僕らが思うポストロック、まあこれはポストロックでしょってやつはそんな感じでございますと、はい、いうところで、ここからマスロックですよ。マスロック、これが本当に何なんだって話、難しいね、マス文系だからね俺らね、文系だからね、ゴリゴリの文系だからね。じゃあちょっとマスロックのね、はい、ウィキペディア、あ、ありましたか。ありました、ありました、はい、マスロックはロックの一種、はい、キングクリムゾンやスティーブ・ライヒラの影響を受けた複雑で変則的なリズム、はい、ギターを中心とした鋭角的なメロディーや不協和音などが特徴であるというところ、うん、まあさっきのポストロックよりは結構具体的に書いてある、なるほどなるほど、感じだね。リファレンス元がね出てるから、そうだね特に 80s クリムゾン、ね、ああなるほど、80年代のね、うんうん、ディシプリンとか、あとは青とこれは個人的な感覚なんですけど、うん、80年代にライヒとかクリムゾンの子によって方法論が編み出されて、はいはい、それをこう90年代になってプリントとか、うん、あとロダンとか、うんうんうん、そこら辺がこう徐々にジャンルとしてのこう作品を作り始めて、00年代初頭のこうディスコード、うん、そこでこう、あ、これはマスロックだねっていう定義が徐々にできたかなっていう認識でおります。本当にポストハードコア周りのところでもあるし、エモ周りからも出てくるし、結構マジで複雑なジャンルだなと。トライブライクジェフのセカンドとか、あ、そうだね、ファーストよりもなんか勢いはそんなちょっと落ち着いて、ならニューマスっていうタイトルがあるから、ね、それがそれを意識してるのかは分からないけど、うん、じゃあ俺が思ってるより全然広いわ、マスロックのジャンルは。ポストハードコアと混同してたわ、それで言うと。なるほどね、うん、マスロックをマスロックたらしめてるものっていう要素が多分いくつかあるような気がしていて、うん、意図的に使ってるこう複雑な表紙のふわりみたいな、うんうんうん、ポストロックも変拍子自体は結構あるけれども、うん、例えばこう7、9、11、6みたいな規則性あってそこでビシッて決まるやつは結構マスロックっぽいというふうに思います。過度なルーパーの使用はいはいはい、だ白に自信があるんだね、うん、白自信に気がやる白自信に気がジャンルだと最近で言うとあの、うん、エイミングフォーエピギみたいな白自信に気、DL4 に自信に行きかもしれないじゃあまあそれで言うと昔のエド・シーランもマスドックになれる素養はあった、ね、一発で分からせる気がないジャンルというか全体的に、そうだ、ね、楽器どのパート取ってもあれかな、こう演奏そのものを目的としてるみたいな、当然こう伝えたいこととかあるとは思うんだけれども、それをこう演奏することによって
それを表現する。うんうんうん。テクニック至上主義っつったらちょっと違うけど、うんうんうん、弾くことにこだわってる感じは確かに感じるな。マスロックの代表的なバンド、はい、っていうとどういうとこ？ドンキャバ。やっぱドンキャバ？ドンキャバレロ。キャバレロ？活動自体は90年代からやってるけどね。でもアメリカンドン、一番有名なアメリカンドンっていうアルバムが00年だったと思う。アメリカンドンはマストだよね、やっぱね。そうね、マスだけにね。マスだけに。インストだよね、全編ね。そうだね。うんうん、それこそ、ルーパーの仕様とか、うん、はいはい、ちょっとこう、ビートによったこうドラムスとこうベースの使い方みたいなところも含めて、すごい、マスロックのこう、ひな型を一つ作ったと言ってもいいような、うんうん、あるかなと思います。確かに確かに。それがあることによってバッドルズも生まれるっていうのもあって、うんうんうん、やっぱマスロックにおいて重要なバンドって感じはするよね。そうだね。スリーピングピーポーとかロダン、ロダンとかこう。あ、ロダンもそんなマスロックだと思ってなかった。ああ、なんか俺スポティファイで流れてきて聴き始めたから。なるほどなるほど。マスロックだと思って聴き始めてなかったからだと思うんだけど、マスロックのフォーマット自体は実は日本人がやるマスロックの方がイメージしやすい。ほう。そのヌイトとかタッピング記録の、手数変量試験のマスロック、うんうん、なんかこうマスロックにもいろんな流派ありますよね。ルーパーをこう極めし者、タッピングを極めし者のタイプと、あとこう謎の音を極めしタイプのマスロック。いろんなマスがあるかなっていう、うん、人それぞれのマスがある。あ、 TTNG は？ TTNG は僕の中ではマス。マスか。全員テクイ感じだし、歌心もあってっていうね。あとこう加工2つ使ってるっていう、こうなんか計算づく感がマスだと思います。確かに。なんか実験性がある。うんうん。ポストロックよりそれで言うとマスロックの方が、これも知見ですけど、うん、なんかポストロックの方はなんか実験をした結果、うん、偶発的なこういうことが生まれましたみたいなのをこう、うん、作品として楽しむものが多いような気がしてて、うんうんうん、マスロックはこうこれとこれをこうやるとこうなるんですよみたいな、うんうんうん、なんか結果も分かってそれをやってますみたいな、うんうんうん、仕分けしていきますか、じゃあここから、仕分けっていうよりかはあれだ、はい、ボーダーラインをこのバンドこのちょうど中間じゃないみたいなのが、はい、バシって決まったら気持ちいいなと思って。なるほど。分水嶺みたいな。そういうことですね。ちょっとシカゴ周りからやっていきたいなと思ってて、とりあえずキンセラ周辺っていうところだと、はい、ゴス&ウォッカでアメフトもあってっていうところで、はい、でジョン・オブ・アーク、うん、これはどうなんでしょう。難しいですね。結構ギターの変態具合はもうマスっぽいのかなって気はするんだけど、なんかマスロックの中でもこうこの源流に近いマスロックみたいなイメージはあるかな。そのプログレからの派生みたいな、うん、それこそこうあのプロデューサーみたいなあれでジム・オルークがついてたアルバムとかもあったと思うんだけど、あ、マジで？そういうところの影響も含めるとちょっとアバンギャルドなマスロックとか、そういうイメージがあるかもしれない。そうだね、アバンギャルドだよね、やっぱね。よくわかんないなって思いながら聞いてるけど、俺一回見たのよ、ショーパン。あ、なるほどね。見たらめちゃくちゃかっこよくてびっくりしちゃった。まあそうだね、めちゃくちゃ肉体的なビート感だなと思って、あ、これライブのためのバンドなんだなっていうのをめちゃくちゃ感じたから、うん、オールじゃん。どちらかというとこうマス寄りなイメージは僕はありますけどね、うんうん、やっぱティムが最近やろうとするとマスっぽいイメージなのかなって気はしてくる、うん、あのソロもすげえ意味わかんない、うんうん、あの打ち込みのソロの音源出してたし、あとゼアゼアとかも、あ、ゼアゼアも入れていいか、うん、そうそう、ヨロッかなと思う。イントゥイットも結構ポストロック寄りなエモだったし、そうだよね、かなり納得感高かったの、うん、ゼアゼアは。じゃあ今出たところで言うと、はい、イントゥイットオーバーイット、エモだけどポストロックって感じか。そうだね、エモだけど新しい定義。またポストロックで ここの仕分けしてんのにこことの仕分けになっちゃうから。ビッグブラックというか、あ、アルビニ、
はいはいはい、周りまずビッグブラックからやって、ビッグブラックは僕はあれパンクだと思ってるんで、彼らがねこうクラフトワークのカバー自分たちのアルバムの中でやってるんですけど、そういう意味ではこうポストロック的なのかもしれないよね。こう、うんうん、クラフトワークはこうドイツのテクノユニットじゃないですか、今年フジロックも来ますと、はい、ドイツのねもういわゆるクラウトロックっていう風に言われる時期のあのミュージシャンたちで、こういわゆるロックの文脈からは別のアプローチで音楽を作ろうっていう風にした人が多い、うん、ノイとかも入る、あそうそう、うん、ノイとかカンとか、カンか、そういうことを考えると当時のアルミニがどう思ったかは分からないけれども、はい、最初の原初のロック、ロックンロールがあって、そういう影響を受けない音楽をこう、うん、ドイツの人たちが作ろうと思って残してくれたやつを逆にこう自分たちがじゃあ新しく表現する時にそこからちょっと学んでみようみたいな形でそういうことをやったのかなっていうイメージがあるので、なんか精神的なポストロック、あはいはいはい、でレイプマンもありますと、音質とかの面も含みになってきちゃうと思うんですけど、うん、マスとジャンクの境目みたいなところが見えてきちゃう。そうだねそうだね、アルビニに触れていくとそうなってくな、確かに。まあ最後シェラック、シェラック、うん、やってることが割とこう計算されているっていう点においてはマスロックなんですよね。僕はワンサウザンドハートっていうアルバムがすごい好きなんですけど、うん、最後の曲のこうウォッチソングっていう曲があってギターリフから始まるんですけど、うん、そのギターリフのこう回数とかがこう絶妙にこうちょっと違ってて、ただそれにこう結構ライブ映像とか見ると結構再現性があるんですよね。こう、あそうなんだ、なんかアドリブでやったっていうよりかはある程度計算してやったんだろうなっていうイメージがあってですね、石井くん見に行ったもんね、行ったシェラックね、ユニットに、あのツーショット、そうツーショットだし、あのツーデイズ懐かしいね、ツーデイズで、うん、シェラックは結構こうライブの中でもこう名物的な曲が、うん、曲をこう最後にやることが多くて、うん、日本の場合はこう高速お片付けの回と、うん、ドラムバミューダトライアングルの回、あみんなで叩くやつ、あそうそう、はい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 、シャーッ、ね、ピタッのやつで僕は高速ドラムお片付けの回ですよね。いいそれ羨ましい、あれめちゃくちゃかっこいいもんな。で即あの物販のなんかクリアケースのワゴンが後ろのアンマから出てくる、ね界隈的にはかなり重要な人物だったからね。亡くなっちゃったけど、アルビニ。いや、まだこう正直信じられないっていうのがでかいですかね。うん、そうだよね。なんなら新譜出たし。出たし。かっこよかったな。新譜やばかったね。うん、超良かった。モノのアルバムとかもね、うん、これから出ますしね。7月？日本だったら僕あれかな、ダウニ。ダウニー、まあ、時期によって違うと思うけど、こうポストロックかマスロックか問題は結構ある、ね、ああそうだね、高音要素もある、あるね、点拍子要素もある、謎音要素すらあるあるね、その上でこうじゃあいつなんですかポストなんですかっていうところは意外とねあんまり白黒つけられてないんだ、うん、結構正解に近づいてきた。ダウニーは納得感あるよ。洋楽でバンって決めたいな。ボーダーラインの人。ボーダーライン。ファラケットはマスロックなの。でも結構いい線だと思うよ。なんかメロもポップだし。音響的アプローチもあるし。あるし。インスト曲もあるし。あるし。一個はできたな。ファラケット。ブレイドはエモでいいのか。うん、エモなのか。ポストロックさはあんまないから、ポストハードコアマスっていうイメージかな。スリンと結構分かれ道な気がするけどね。あ結局スリンとか、なんかポップ目な部門でいうとバラケット、うん、はい、こう元祖的なところでいうとスリンと、うんうん、テクニカルだったり変拍子だったり、うん、そういう総合的なところをボーダーラインでいうとダウン、
ということになりました今回。逆に教えてほしい。そうね、これはいろいろね、コメ欄でもなんかいろんな捉え方がねあるからね。コメ欄でなんかこれだろっていうのはあったら教えてほしいなと思ってます。2人で出した答えはこの3つということになりました。よければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。で、概要欄の方にですねいろいろ貼ってありますんで、よければチェックお願いいたします。それじゃあまた。